どうもメリッサです。今回は中日ドラゴンズ落合博満選手を使ってランク戦の方やっていきたいと思います。本日3時にダルビッシュセレクション2022年が登場となったんですけど、いやもうめちゃくちゃ楽しみにしていて、午後4時ぐらいからガチャ生放送してるんで、ぜひともねそちらの方先に見てほしいんですけども、その中でねトップ3に欲しかったうちの1人落合さんを獲得することができましたので、もう早速ね使っていきたいと思います。この落合さんですね、2体持ちしておりまして、2021年ロッテ版を持ってるんですよね。来年の4月までは、スピリッツ4100の落合選手、こっちですね中日版の方が強いんで、来年の3月までのガチオーダーはこの落合選手をねファーストで生かそうかなと思ってます。細かい能力はね試合中見ていきたいと思うんですけど、落合選手の一番強いポイントはここですよね、まあ、ロッテ版中日版ともに超高アーチ界チャンスということで、やっぱ落合選手といえば広角ですよ。この広角が発動することによって、もうプロスピの右打者史上一番打ちやすいんじゃないかなといったレベルですので、ホームラン量産してくれるんじゃないかなと思います。ということで今回は2番サードにおいてね、チャンスの発動も伺いつつやっていきたいと思いますので、ぜひとも動画を最後までよろしくお願いします。それでは1試合目やっていきたいと思います。どうぞ。さあ1試合目のやっていきたいと思います。本当は5試合目なんですけどズルとかじゃなくて、なんか応援歌入れ忘れたり、まあ、何話したらいいか分かんなくなったり、まあ、ひっちゃかめっちゃかなんで、まあ、1試合目からちょっと撮影し直したいと思います。もうズルじゃないですさズルじゃないですさ、ホームラン打ったりしたんでそれもちょっとボツにして、ちょっと一から喋り直していきたいと思います、はい、落合選手の動画はねちょっと完璧にしたいんでね、もうこの動画はもう全打席ホームラン打つわ。こっからもうズルしないでやる。こっからもうズルしないで連チャンで撮るわちゃんと。まあ、今回のダルビッシュセレクション開幕280連したんですけど、まあ、ネタバレしてしまうと、まあ、ダルビッシュさん獲得できなかったんですよね。ダルビッシュさんゲットできたらそれ一番最初にやろうかなって思ってたんですけど、まあ残念ながら獲得できなかったと。まあその中でもねトップ3に欲しかった、まあ、ダルビッシュさんバースさん落合選手の中で、まあ、落合選手が出てきてくれたんで落合選手を一番最初に使ってるといった感じですね。オッケー、チャンスメイク来た。さあ特能全出しの場面よ。いやーアーティストだけか。まあこれでもねパワー88あるんで全然打てるかなと思いますね。さあ青いユニフォーム、青いユニフォームガチ新鮮なんだよな。今までロッテの縦縞のユニフォームで使ってきてたんで青のイメージがあんまりないわ。いけいけいけ、おいオッケー、ナイスバッティング。さあ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 、まあ、本日2本目のホームランですね。はいズルじゃないです。はい、今ねちょっとトーク絶好調だわ。今俺おもろいこと言えるよ多分。布団が吹っ飛んだとかね。はい、まあよかったらね280連のガチャ生放送を見てほしいなと思います。結構面白い引きしてるんである意味、あーゲッツ打っちゃった。ある意味面白い引きしてるんで。ちなみに落合選手は2枚出ましたね S ランク。まあそれもね限界突破に使ったんですけど、まあ2体持ちしてるんでね、しかも来年のロッテバージョンスピ解放するんで、そこでも凸素材が必要なんすよね。だからもう落合選手は被ってくれて、まあよかったかなと思っております。よし、オッケー、ナイスバッティング。まあ、使用感といたしましては、まあ、今までのね、ロッテバージョンのものとそんな変わらないんじゃないかなと個人的には思ってますね。オッケー。いや、石毛選手打ちやすい。マジで全打席ホームラン狙うわ。いや、超えるんちゃう？オーケー。ってことで2試合目入りたいと思います。ダルセレで落合選手が発表された瞬間、僕絶対ファーストのレギュラーにしようと思ってたんですよ。ロッテバージョンの方がステータス高いのになんでと思われる方いるかもしんないんですけど、やっぱね、最近の環境スピリッツが結構大事なんですよね。現環境ね、4000の、藤波さんだったり4100のメルセデスさんが環境にね、はびこってますので、あーアウトや。しょうがない。その辺のことを考えるとね、スピリッツってめちゃくちゃ大事なんですよね。オッケー。まあ、ロッテ版はね、最大スピリッツ3900に対し、この中日版は4100なんで、そこら辺はかなりアドですね。で、広角が発動してる。広角が発動してると外投げるの怖いね。ああ、インコース思い切り引っ張っちゃうよ、これ。おい、外。オッケー、ナイスバッティング。広角炸裂していく。タイミングちょっと早かったかな。ちゃんと流せば、ちゃんと流せばホームランだったかもしれないけど、まあまあヒットだからいいでしょう。まあ昨日超高速の練習やってたんで、みっちり、みっちり1時間ぐらいやってたんで、まあ許して、うん。しょうがない。今のタイミング早かったのはしょうがない。うん。
中日版はね、補給が高いというのもメリットですよね。ファーストで使うなら継承するのはありだと思うんですけど、一つね問題がありまして、来年の4月、つまりグランドオープンした2023年シーズンには、まあ、スピ解放するとロッテバージョンも4100で使えるんですよね。まあそれがねなかなか難しい問題。うん、いや継承するかどうかはね好みかなと思いますね。よーし、オッケー、村上選手ナイスバッティング。まあ、もともと持ってる人は、まあ、個人的には継承しなくてもいいんじゃないかなというのが、まあ、個人的な感想でございます。再来週から始まるねスピちゃん大会に本気を出したりとか、まあ、そういう方なら継承してもいいと思うんですけど、まあ、来年落合選手が出るともね、まあ限りませんし、まあ、スピ解放していくとなるとロッテバージョンの方が絶対にいいので、いやーボール減らされた。そこのね継承するかしないか問題はねかなり難しい。でこっちの先発ピッチャーはダルビッシュさんですね。いや新ダルさん、あ新新ダル、なんて言えばいいのあれ。三代目ダルビッシュ。まああれあれっすね。あーナイス。徳川家で言ったら徳川あの家光ですね。はい、家光。うん、まあ個人的には新新ダル、三代目ダルビッシュは過去最強だと思ってますね。先発で使いたいなと思ってたんですけど、特殊能力に存在感がついてるということで、まあ、存在感は中継ぎでしか発動しないので、個人的には抑えて使うのが一番いいかなと思ってますね。本当はね、シンダルさん先発で使いたかった。うん。さあ、ダルビッシュ対落合。うん。多分ね、あれっすね。2007年の日本シリーズ、監督だったのが落合さんだったんで、まあ、それで選んだんじゃないかなと思ってますけど、中日の監督だったからってことだと思うんですけど。取れる。いやーイエス。落合選手を今まで未所持だったよという人はぜひね獲得した方がいいと思います。まあ、ロッテバージョンよりちょっと弱いからっていう理由で獲得渋る方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いやもう全然強いから。中日版もみんなわかるか、もう中日版もねバリ強いんで、まあ、ステータスがねミートパワー3、2ずつ違うけど、結局ね打ちやすさを決めるのは弾道と特殊能力ですので、ミパ82、83も十分高いしね。うん、十分高いし、ロッテ版とそんなスピリッツも考えたらそんなね打ちやすさに大差はないんじゃないかなと個人的に感じてますね。よし、オッケー、ナイスバッティング。まあ、今回ねダルセレの90連の確定と、あと福袋も30日か31日来ますし、さらにはね、ランキング、去年のマー君セレクションにはなかったランキングがついてるということで、お金はかかってしまうんですけど、獲得できるチャンスはね多いと思いますね。いやーサードライナーか。いやチャンス出ねえ。チャンス上げたよね。チャンス出ないんだよね。あ、上げてるわ。なんか出ねえな、チャンス。でも降格は発動率が高いからしっかりと発動してると、このね 60% の降格ってのがいいんですよ。それがねやっぱね右打者で一番打ちやすいと言われてるゆえんの一つでありますね。ステータスも高いし。オッケー、2本目の確定演出。あー撮影し直してよかった。うん、いいね今のところ。3打数3安打2ホーマー。吉野部、オッケー。どんなバッターでも打ちやすいですよね。あーミスった。あー3試合目。まあ今ね、極み前提の話をしてしまってるんですが、まあ無凸でもね全然強いと思います。サードの守備、まあちょっとね不安ではあるんですけど、まあ、最低限の数値を持ってるのでメインポジションでの起用も全然ありですね。まあ今回はね用事があってイベントを終わらすことができないんで、まあ凸さんで使ってるんですけど、もちろんね極みにします。はい。イベントの A ランク2枚は落合選手にぶっ込もうと思ってるんで、まあ、他にもねダルビッシュさん2体持ちしたいと思ってるんですけど、まあ、A ランク3枚持っててガチャでね A ランク2枚当たったんで、無事2体持ちの極み完成ですね。さあ相手は和田選手。オッケー、超えるんちゃう。いや大谷さん神。詰まってもホームラン行くもんね。さあオッケー、落合さんチャンスの場面がなかなか来ないけど、さあ3本目のホームランになるか、長打警戒ですね。抜ける、あい完璧、広角ナイス。今の広角出てなかったら絶対セカンドゴロですからね。真ん中付近のボールも流して右中間セカンドの横に持っていけるのが落合博満ですね。素晴らしい。いやーもう落合選手が一人打線にいるだけでねもう素晴らしいですから、はい。ぜひとも無課金の方は落合選手の方、落合選手を獲得して使ってみてほしいな。もう俺なんかどうでもいいから無課金の人神引きしてほしい、本当に。これね嘘じゃないです、マジで。偽善じゃなくて無課金の人神引きしてください。頑張って、ゴリゴリに熾烈になると思うんで。よーし、オッケー。やば、落合選手以外全員ホームラン打ってる。まあ突入とかだとね来年使うとき厳しいかなって感じなんですけど、よしよしよし。やっぱねミートパワー82、83なんで、
まあ、ロッテバージョンと比べると、そうなると劣っちゃいますよね。ただ、最新スピリッツで使う分には、全然ロッテバージョンより強いぐらいなんで、オッケー。さあ、コールド、4試合目入りたいと思います。相手の選抜ピッチャー、西さんですね。いや、西さん、今日のガチャで出てきたな。うん、今日のガチャね、いろいろ面白いんで、ぜひね、ちょっと、概要欄、コメント欄に貼っとくか、見てほしいですね。超えるっしょ。オッケー。さあ、ツーベース。来た。全出し来ました。全出しの場面来ました。おい。いやー、チャンスだ。次はアーチが出ないのか。アーチが出たらパワーカンストしてんだけどな。いや、長系は舐めてるて。流し打ち警戒は頭超えるっしょ、絶対。いや、広角は炸裂してる。さあ、5試合目のやっていきたいと思います。この試合ラストかな。この試合で、ホームラン打ってこの動画締めたいと思います。お、録画してるか？相手録画説濃厚ですね、これ。いや、それを打つ。オッケー、ツーベース。いや、シングル。いや、盗塁するよ、これ。いやー、アーチしか出ねえか。これ、とりあえず盗塁はする。長け。グレート、ナイス。オッケー、チャンス出て。オッケー。ミード87、パワー95。いや、これに広角出て欲しかったけど、まあ、全然オッケー。オッケー、ナイス。俺らの夢を乗せて、ホームラン打ってくれ。ボールダウン振っちゃったよ。一生4番で使うからな、俺。マジで好きな選手なんで。危ねえ。ナイス。よっしゃー。俺流落ち合い。これが三冠王だ。5勝。ありがとうございました。